はい、ただいま宮城県の中鉢美術館に来ているわけでございますが、ちょっとご覧くださいませ。ここにね、名刀、日本刀の源流刀、こういうふうに書かれてるんですけれども、まあこういうようなものは一体どういうことなのかというのを詳しく今回は中鉢館長に聞いてみようと思いますんで、まず中入ってまいりましょう。館長どうぞよろしくお願いいたします。中鉢館長でございます。よろしくお願いいたします。ですから、その歴史の紹介と、はい、その作品の紹介、あ、ぜひお願いします。かつそういう人たちが、はい、後の時代に諸国にどのように関わったのかというところ、はい、ですよ。本当にね、興味ありますんで、ぜひぐるっと回っていくと、ほら今人気の刀剣乱舞に出てくる、あ、そうですか、あ、そしたらもっと嬉しいな、ありがとうございます。はい、じゃあそういうところを、いきますか。はい、じゃあ簡単にいきますよ。はい、お願いします。日本刀はこのような形で喧嘩をして完成しました。はい、丸一のわらびて刀ってあります。わらびて刀、はい、ここのわらびての格好してるでしょ。ああ、本当そうですね。ずーっと変化して、この辺りから日本刀の範疇になります。へえ、平安時代中期前後っていうことですか。はい、特にこれですよ。あ、新聞に出てる、はい、国宝の太刀、はい、あ、春日大社ですか。はい、へえ、これは遠い昔、はい、東北を中心に住んでいた人たちの作品ですよ。ああ、東北の方々の作品なんですか。はいはい、ですから、これらの発見される7割以上は東北です。あ、へえ、あ、すごいことですね。東北で、特にこの辺りはね、はい、90% はそうですよ。あ、90% ですか。もうほとんどじゃないですか。岩手県、宮城県あたりを中心に東北一帯。あ、東北、はい。北海道からもそこそこ出ます。へえ。南に行くほどありません。ここからの出土例は一例もないですよ。あ、そうなんですか。じゃあ、こういう人たちのルーツはというとモンゴルです。日本では脱藩といいます。現地はタンタンの鉄を使ったタルタルという、ここの海峡をタタール海峡といいます。はい、今でも古い方法で鉄を作るとタタラ製鉄って言うでしょ。あ、タタラ製鉄、はいはいはい、タンタンル、タタール、タタラっていうのは、はい、そういう言葉の変化ですよ。勉強になりますね。地球上の鉄の発祥の地と言われるこの周辺から、はい、北回りでずっとこれもですよ。トルコからですか。うん、ロシアとの国境沿い、はい、寒い寒いツングース地方ってあります。ツングースもっていうのは、ね、私たちのズーズベのルーツ。面白い、はい。一つだけ国の重要文化財になっている刀鍛冶のことを書いた古い本があります。はい、これ勧進本です。国の重要文化財。勧進本って勧進本ね。はい、これ国立国会図書館で持ってますよ。この原本はね、はい、700年前の昭和本です。ですから鎌倉時代まで上手な刀鍛冶42名の名前が見えます。へえ、知ってる人いるでしょ。はい、か知ってる人、うん、雪平とかですか。雪平いるでしょ、ラマクニでしょ。はい、東州の新人もいますよ。あ、吉光、はい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 、42名中明らかに党の人がこのくらいいます。はあ、8人いますよ。はあ、よく調べると、はい、このほとんどの人がね、はい、この流れを組んでます。へえ、古い文献にほどよく書かれています。毛草鍛冶っていうんですか。はい、あ、平泉を中心としたね、はい、あとは日本海側を中心とした合算系ね。合算、はい、古い合算っていうのはね、今の山形というよりは秋田。あ、秋田ですか。ですよ。なんかイメージ合算っていうと、あそこの、うん、そうそう、ね、山形の神社のイメージありますけど、うん、あ、そうなんですね。すごいですね、そう考えると。ちゃんと古い文献にほどよく書かれてるって言ったでしょ。はい、例えば今昔物語って分かるでしょ。あ、はい、今は昔物語ね、あの中にこのような一節があります。はい、
旅をしてるおかげさんがね、たまたま居合わせた男の人に、はい、自分が持ってる刀を自慢するんですよ、うんうんうん、これ見なさい、うん、私が持ってるこの刀、はい、東北から伝わってきた有名な刀鍛冶が作った素晴らしいものがあるんだよ、それを見せられた人が欲しいこと限りない、この一節が世界の黒沢と言われた代表作羅生門です。羅生門ですか。船文家にはね、もうゴロゴロ出てきますよ。ああ、そうなんですか。これずっとやってたら今日終わりません。あ、そう上の刀、はい、約720、30年前のものです。720、30年前ですか、うん、いやー、すごい。北宗氏が書いてるんですけど、昔の名刀は刀を持ったその人の人柄が名刀を作る。あ、私たちは刀を見てますよ。はい、見てます。刀にも見られてますよ。忍ぶって字見てください。忍ぶ、はい、漢字の忍ぶ、はい、刃に心ですね。刃にも心があるんですよ。はい、刀は生きてるんですよ。